お侍様、助かりました。助かりました。私が鎧を守るよう頼まれたんですが、あなたがお預けするべきです。どれがこれ、わけもわからぬと渡されました。妙だ。俺が預かる。嬉しい限り。他の人みんな支度は済んだり、藩を殺せばこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策があった。あいつは手下を従い港に。まず守りの罠を探す。その先にある藩に隠れる。鳥にでもなれたら楽に。いいところがあった。闇が見たのついたと。泉の港。かがり火台からなら登れれば。気づかれなくてもいい。いざいざ。なぜ島から本部に渡り、蹂躙する無理なのだろう。今を逃せば止められなくなる。俺の毒の元となる花だ。もうこの花摘んでいたのに。我らを殺すため。どこを使ったか悔やんで。危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢の命を救ったのだ。その前に藩を止めるほどない。そうだそうだ。藩を殺さなきゃ。すぐ。崖が来るのは、この身の裏を描くのか。いいね。
天然が Thank you.